はい、本日2度目やっていきましょう。で、第2グラウンド。こういう風にショートカットの逆バージョンもできますね。写真で撮るから余計に人の表情とかをよく見てるんだよな。カリア！どうした、カリア？足が、キリノ先輩の足が当たって、ちょっと待ってください。俺は何も。キリノ、試合前にラフプレーは禁物だぞ。先輩を責めないでください。俺は平気ですから。あっちでちょっと休んでいます。先輩、俺本当大丈夫ですから。何もしてないのにね。待て。カリア、ライモンに何をしに来た。お前は言いたいことがあるならはっきり言ってください。お前シードなんだろ。シード、お前はこのライモンを潰すためフィフスセクターから送り込まれたシードだ。俺はそう思っている。どうなんだ、答えろ。そうなんです、俺シードなんです。なんて冗談ですよ。あいつ何のつもりでシードなんて。冗談っていうのはどういうことだ。何が狙いなんだ。だがこんな時期にみんなに話せない。チームにシードがいるかもなんて。カリア、遠藤監督どうしたんですか。え、まあちょっとな。ガッサン国光戦を向けて戦術を考えていたんだ。戦術。そうだ、それ機動さんに聞いてみたらどうですか。キャプテンが言ってました。ガッサン国光は帝国とタイプが似ているって。機動さんなら監督の友達だし、きっといいアドバイスをくれますよ。でもそうだな、ちょっと行ってみるか。ありがとな、友達か。これ複雑だよな。今石戸修司と名乗っている豪炎寺修也も同じ位置づけだもん。ホリロン、間違えた。はーい。軌道違った。
今アタック80って出てなかったか。テクの似田村龍じゃん。軌道の場所に行くのにわざわざ宝箱探しに下に行くというドアホなことをやるやつ。やっぱりアタック80だ。ムーンザルドースタンプ。たまにはいいわね。お前たちの試合はずっと見てる。みんな自分自身の本当の力を出せるようになってきてるな。レジスタンスの円卓。このレジスタンス本部は革命のためありとあらゆる情報が集まってるから、くれぐれもこの場所のことは内密に頼むよ。まあ、つかず言ってんわ。なるほどな、クードから聞いた通りだ。遠藤によく似てるな。私はかつてライモンの校長だったヒライだ。だが今あの不愉快君が校長だと言うじゃないか。断じて許せんよ。サッカー部を潰そうとしていた。あいつ。逃げちゃうやつがおるぞ。まだレベルは上がらねえか。帝国学園ってやっぱり緊張するね。ガッサン国光へのアドバイスだと。ああ、お前の考えが聞きたいんだ。ライモンイレブン、我ら帝国と練習試合をしろ。我が帝国とガッサン国光は同じ組織プレーを得意とするチーム。実戦でこそ気づくこともあるだろう。この試合でライモンが俺たちも納得できるプレーをすれば。いや、何もない。行くぞ。
ついでにアルダムもよろしく。ライモンイレブン、チームレベルが23から25あるならば我ら帝国と練習試合ですよ。五条はいないよな、さすがに。ライモン、稲妻イレブン史上最高の人気を誇るという五条勝が、シェードの帝たちが去り、新しくなった帝国学園か。手ごわそうだな。天樹先輩、キリノ先輩を見返してみせましょうね。どういうことだろう。天樹先輩足が遅いから自分がその分カバーして大変だって。キリノ先輩が何、キリノ言いたいことがあるならはっきり言ってほしいんだぞ。何も、もしかしてカリアに何か言われたんですか。カリア関係ないんだぞ、もうお前とは連携しないの。天樹さん、カリアの言葉に惑わされちゃダメです。ここは俺だ。なんだライモンは試合前から仲間あれか。キリノ、しっかりするんだ。先生ランスロット、あれがさ、ブリタニアクロス、なんか最近サッカーバトルの、サッカーのまともな試合の時には必ず、エレファントブレスだな。試合ミッションがあったのにそれがなくて、なんか変、逆になんかおかしくなった。ブレストターン、はっ、ロストエンジェル、パワースパイク、次はないぞ。この程度か。さ、ブリタニアクロス。ブリタニアクロス、ブリタニアクロス、ブリタニアクロス。
ブリタニアクロス連発されまくってんな。しかもビバンリの長者、あここで負けてたのか。よし、このチャンスでいくぞ。はい、やっとできた。ディフェンスライン乱れているな。ソイ、オペレーションデルタ3。了解。カリア、お前の持ち場はこっちじゃないだろ、戻れ。キールの先輩、よそ見していていいんですか。あ、抜かれた。やはり弱点はディフェンスということか。そしてガスさん、国光も間違いなくここを攻めてくれ。弱点を一瞬で見抜くとは、さすがだな、キド。まあ、ただ弱点を無理やり作らせてるっていう風な感じなんだよな。それ。
次はないぞ。この程度か。ガッソーの方が上だった。ザルガッソー。ペガサスの熟練打撃に使わせてもらうか。一回でも発動させれば熟練度というかレベルが上がるで。熟練度上げはできるであろうと思って意味ない発動をさせたけど俺たちが負けたのだ。よし、俺たち勝ちだ。ありがとう、キド。お前のおかげでライモンの弱点がはっきり見えた。ああ、俺も決心がついた。俺がライモンのコーチを。本当か、キド兄さん。これからさらに厳しい戦いになる。俺も力を貸したいんだ。響さんからも頼まれていた。だが再始動したばかりの帝国にとって総帥はとても必要なお方だ。俺たちが悩んだけれど試合をしてみて分かった。お前らは欠陥だらけだ。総帥のお力が必要だ。リハビノさん、お前ができないところは俺がフォローする。お前がキャプテンだ。あの頃のライモンのようにだ。そうか。よし、また一緒にサッカーやろうぜ。キドーさんがコーチだなんてすごい。でもちょっと怖そう。よし、それでは今からスタメンを発表する。ミーティングルームに集まってくれ。いよいよスタメン発表か。プレーを見て分かった。今のライモン問題ではキリノとカリアだな。あの二人のプレーが次の試合の固めとなるはずなんだが、だが今のままではダメだ。中間おとなし先生とキドーさんって兄弟なんだよね。あまり似てなくね。キドーさんがメガネを取ったらウリ二つだとか想像しちゃいました。いや実は違うんだよね。でもそういやキドーってイナズマイレブン全部通してメガネを外してるのって3のあの時と確かカードで外してたんじゃないかな。その二つだけなんだよな。レッツゴー WGP のアストーレンジャーズゴーグルを外していないのが全作品通してブレッドだけ一度も外してないんですよね。弱視か。明日の母さん国光戦でのスタメンを発表する。みんなモニターを見てくれ。やった、俺スタメンだ。遠藤監督、どうしてカリアが入って俺が外されるんですか。お前のプレーにはかなりのものがある。それはチームの連携を乱しているのはカリアの方です。それにあいつはシードかもしれないんですよ。どうしてそう思う。あいつは嘘をつくんです。嘘でチームを内側から壊そうとしてるんです。人を見てくれ、キリノ。人？
キリノ、監督たちにはきっと何か考えがあるはずだ。分かってる。俺はお前を信じた。少しでも怪しい素振りがあれば監督たちに言うつもりだ。どうぞご自由に。他人なんか信じてたら勝利は手に入らないんだよ。この性格はゴースリーでも一部。ゴースリー、ギャラクシーに全く同じような性格のキャラがいます。マツコさん、お前カリアどう思う？どうって。まあいい、試合までに時間は少ない。練習に集中しろ。ああ。そしてホーリーロード全国大会開催当日、いよいよ今日はガッサン国光さんの試合だ。頑張るぞカリア。おはよう。おはよう。あのさ、キリノ先輩となんかあったの？このところなんか変な感じだけど。別に何もないよ。だったらいいけど。本当はあるんだ。本当はあるんだ。キリノ先輩にお前はシードだって言われた。まああれか。でも誤解はすぐに解けるよ。でもさ、俺がもし本当にシードだったら、テマ君はどうする？別にどうもしない。あ、カリアはチームの仲間だし、それに、シードだって敵とは限らないもの。剣もシードだったけど、今は仲間だもんね。さ、学校行こう。変なやつ。人を見ろ。キリノが、キリノじゃねえ。今度カリアの歓迎会をします。場所は小枯らしそうです。皆さんもぜひ来てくださいね。手に来るわ。アキさんの料理が食えるの？そんな気を使わないで。いや本当に。カリアは今どういう？会長。会津だった。表面上は人当たりがいいが、表情が激しい。裏表が激しい。出現地ってもうすでに仲間になってる。ここにいた。みんな、ついにホーリーロード全国大会の開幕だ。ガッサン国光との試合の前にまずは開幕セレモニーがある。その後試合があるスタジアムへ移動することになる。さあ準備をしろ。はい。君の先輩、まだカリアのことを疑ってるのかな。ただなんであれ、キリノのに対しての嘘を他の人が見抜けないかってことなんだよな。これがになったか。もう少し有効活用されていると思っていたのかな。まあいいじゃないか。仲間同士でワイワイやれるのっていいことだぜ。ロシアンなんたらスタジアム。
これが本戦会場、ロシアンルーレットスタジアム。でっかいな。なんだかフィフセクターの力を見せつけられている感じだ。わあ、トーコがいた。トーコ、久しぶりだな。あの人たち、なんかテレビで見たことあるかも。トーコの親父さんもご無沙汰してます。あ、元気そうだね、遠藤くん。なあ、強いぞ。トーコはどうしてここに。フィフセクターの件は私も聞いている。実に嘆かわしいことだ。だが君たちならばサッカー界を変えてくれると信じている。私も陰ながら応援させてもらうよ。ありがとうございます。ルーレットスタジアムに到着。超でっけえ。微妙にあれ、戦える相手がそこにいた。こういうのを逃さずにバトルしていきゃ結構レベルも上がるからな。出てんまのペガサスを出しまくってレベル上げておくこと。バレ！バレ！70もらえる。なかなかやるね。でも次こそは絶対。ここではこの2体だけみたいだな。ダークネスバグ、実はバグは、ああ、出直してきました。上にもう一人、あ、店か。でももう見学はいいのか。そっか、ちょうど時間もいい頃だし、開幕セレモニー行くぞ。さあ、待ちに待ったホーリーロード全国大会の日がやってまいりました。ロシアンルーレットスタジアムは盛り上がっております。
なんかすごい雰囲気だね。僕たち完全にアウェイじゃない。でも俺たちが頑張ればもっとたくさんの人が本当のサッカーをやりたいと思ってくれるかも。ああ、絶対に負けられないんだ。これより大会委員長石戸修司氏による開会宣言です。起動。ああ、やはりか。全国の戦いを勝ち抜いてきた選手諸君、ここにホーリーロード本戦の開幕を宣言する。ホーリーロードことサッカーの頂点、これからが本当の戦いだ。選手諸君の活躍を期待する。さあ、激戦を勝ち抜き、この天の味方で、天の味方スタジアムで行われる決勝に進出するのはどのチームだ。注目の一戦がいよいよ始まります。選手はホーリーライダーに乗って試合会場へ移動してください。今のは気のせいか。内門中でのバトルとかだったらまあ多くても20ぐらいだけれども、もうここまで来たら70もらえますからね、1試合で。基本がブーメランフェイント。ブーメランフェインだ。へえ、ブーレスデー。やっと取れた。ファイナルトロここからスタジアム
じゃ、とりあえずここまでにしておきたいと思います。ホーリーライナーに乗ってるとちょっとした旅行気分だね。手を振ってる人発見。おーい、いや、携帯の電池がなくなってきた。グッドやったか。やれている中で文字ばかり見てるからですよ。今はレベル22か。では、ここまでにしておきたいと思います。失礼します。